戦国時代、天下統一の中心部隊で一人の男が影として動いていた。その名は服部半蔵。名将たちの裏には彼の影が常にあった。彼が指揮する軍団はただの戦士ではなく情報収集のエキスパートだった。敵の動向、計画、全てを知っていた。伊賀では子供から老人まで日常の中で情報を収集、全てが半蔵のもとへと集められた。その網の広さは誰もが驚愕した。その網は日本国内にとどまらず朝鮮、中国へと伸びていったとされる。外の情報もしっかりと掴んでいた。この広大な情報網は徳川家康の天下統一を裏でサポートしていた。家康の強さの秘訣は半蔵の情報網だった。しかし半蔵の真の活動は今も謎のベールに包まれている。その魅力的な歴史を探求する時は今。